青コーナー180センチ 81.6kg 池田大輝、熊本の喧嘩番長池田大輝。赤コーナー169センチ 84kg 川島優太。ブレイキングダウン4度目の出場、俺がブレイキングダウン川島優太。また今大会は全てのさあ放送席には優吾さんにも加わっていただきます。よろしくお願いいたします。はい、ます。さあミクロさん、身長差はありますね。ありますね。さっきあの2人場外乱闘してた2人なんで、はい、バチバチですね。軽量から相当な眼差しでした。180センチ池田大輝、一方川島優太は4回目の出場、169センチ、もう入ってきた。足を取りに行くのは池田、 MMA ルールです。そう耐えられるか、どれだけの実力があるかです。空手歴5年というのが池田です。甲斐さんはこの一戦どう予想されてますか。アクション。白川さん、すみません、白川さん、はい、よろしくお願いします。お願いします。そうですね、もっとバチバチな試合になるかなと思ったら、意外に組みつけにいったんで、そうですね、はい、この後の展開が楽しみですね。最初は中、30秒、右を振る、30秒、もう30秒しかありません。これも掴みに行きます。まあ、このあたり三浦さん、池田の作戦ですかね。そうですね、ただ喧嘩しに来たのに何をしに来たのか、はい、バチバチに殴り合うかどうか。またこれ足を取りに行きました。ハンドに持っていこうとしますが、10秒前、あっという間に10秒を切りました。川島のパンチがほとんど見られないというこの1分間になりそうです。ここ右で振った、捕まえに行くかどうか。ここでゴングが鳴りました。ただ出ません、判定に入ります。さあ判定へと入っていきます。ジャッジ横田、赤川島、ジャッジ伊藤、青池田、ジャッジ永瀬、赤川島。以上2対1をもちまして、勝者川島優太。判定2対1で川島優太が勝利しました。ただ納得はしていません。